人で。もういないよ。あなたの母親もね。みんな食い殺したよ。ふふ、殺されるならどっちがいい？選んでいいよ。そんな、かか様、人生ちゃん。ほらほら、絶望するのはまだ早いよ。先輩、優しい子だね。あなたを本当に助けたいと思ってる。いい子に愛されたね。やめて。私を食べるなら食べていいから。お願い、たたり神様。やめて。あれ、先輩？うぐ。テケテケって上半身だけの都市伝説だっけ？じゃあ下半身なんていらないでしょ。やめて、もうやめて。うるさい。ああ。先輩を解放しろ。いいね、君みたいな子好きだよ。手紙のこと好きなんだっけ？ならさ、手紙が今まで受けてきた痛みも喜んで受け入れてあげれるよね。あれ？ゴーレムの体が幸いしたわね。けど、魂が消えるのも時間の問題よ。全員地下にいなさい、邪魔だから。わかったわ。必ず助けなさいよ。言われるまでもないわ。そんな物騒なものを構えないでよ。手紙はまだ死んでないわよ。あなた、家族を殺せるの？え？なんか言ったか。なんで手紙がどうなってもいいわけ？きっと喜んで死んでくれるわよ。家族じゃないの？私に殺されて文句を言う家族なんて一人もいない。私の娘を殺そうとしておいて、死ぬ覚悟がないなんて言うなよ。この。なんで痛みを伝えたのになんで死なないのよ。死ねよ、ちゃんと死ねよ。幽霊。いや、手紙。お前の痛みなんて、所詮この程度だ。お前の体を好きにしているこいつも、この程度でしかない。なあ、手紙。高魔感は化け物ばっかりだ。私からしたら、こいつはどの化け物よりも雑魚だ。私の娘が、この程度に負けるのか？いつ、私が負けたんですか。冗談は存在だけにしてください。なんでお前まで引かない、なぜ怯えない。そんなに食われたいなら、お望み通り食い殺してやる。ずっと手紙を苦しめるお前に、おば様を食い殺したお前にお見舞いしてやりたかったのよ。人で。なんで、食い殺したのに、なんで生きてる。いや、やめ。くたばれ、クソ野郎。ああ。お嬢様とはいろいろありました。そうね、私のこと大嫌いっていう割には、いつもおやつは多めに用意してくれたわね。太ってしまえばいいと思っただけです。私にかなわないからって、昨夜をして下克上を企てたわね。昨夜お姉様が素敵すぎて、のめり込んでしまいました。昨夜が忙しい時は、あなたがわがままの相手をしてくれたわね。いい歳してわがままとか正直引いてました。楽しかったわね。はい。ねえ、手紙。うちの子になれてよかった？もちろんです。光栄に思いなさい。これは私が本気で殺すと決めた相手にしか使わないスペルよ。うぐ。よせ、やめろ。くそ。逃げちゃダメですよ。遅かったじゃない。これでも最速最高です。レミリア、さっさと終わらせてあげなさい。なんなんだ。なんなんだよ、お前らは。手紙が死ぬぞ、家族が死ぬんだぞ、なぜためらわない、なぜ思い通りに動かない。家族だからよ。大事な家族をお前なんぞの思い通りにさせるか。ありがとう、あや。ありがとう、巫女様。お嬢様。大好きです。知ってる。やめろー。手紙。手紙。いい加減に起きろ。いたー。何すんのよ。千歳ちゃん。千歳お姉ちゃん。私、死んだの？よくなのね。死後の世界なのかな？あなたが望んだゴールよ。ずっと死にたがってたじゃない。うん。どうしたの？あんまり嬉しくない。でしょうね。え？あんな素敵な家族が周りにいて死にたいとか正直引くわ。だって痛かったんだもん。その痛い思いをさせてたのはもういない。生きたいでしょう？けど、テケが。生きてるわよ。怒ってないかな？チューしたら機嫌直すんじゃない？生きてもいいのかな？いっぱい殺してきたのに生きていいのかな？うじうじうさい。痛い。これ見てごらんなさいよ。白霊の巫女様。うだうだ言ってないで、とっとと言って生き返ってこい。千歳ちゃんは？私は後で行くわ。まずはあなたから。わかった。ねえ、千歳ちゃん。ずっと私のこと守ってくれてたんだよね。
ずっとずっと私のために苦しい思いをしてきてたんだよね。ありがとう、千歳お姉ちゃん。先に行って待ってるからね。待ってる、待ってるから。すごいですね、白霊の巫女様ってこんなところにも来れるんですね。何者の影響も受けないからの能力、もっとも力不足なあの子がここに来れるのは幻想郷の助けがあってこそのこと。手紙、あの子が生きることを幻想郷が望んだのよ。かつてデイレイムと呼ばれた異変で宵闇の妖怪が救われたように。よかったの、最後に嘘なんかついて。あの子の納得する理由が思いつきませんでした。最後くらい面を外せばよかったのに。テケテケが器のゴーレムをあの姿にしたのは手紙への憧れ。手紙がテケテケを大事に思うのはテケテケのひたむきな愛情がゆえ。あの子たちの中に私が残る必要はない。白霊を語った者の末路は悲惨なものでなくてはならない。愚かな父から幻魔なんてくだらない名を継いだ時点で決めていました。あなたには辛いものを背負わせたわね。いいえ、これは私が望んだこと。たとえ幻想郷の全てが私を許したとしても、私は空飛びを苦しめた私の血を許さない。私が死んでようやく終われるんです。賢者様、私は幸せでした。幸せでした。なぜあの時あなたたちを助けなかったのか教えてなかったわね。復活するからよ、あの村ごと。村も人間もあなたという白霊を語る一族も、空飛びという罪を持った一族も、たたり神として建てられた神すらも、今までも何回も繰り返されていることなのよ。何者の影響も受けず、誰にも知られないうちに。手紙の先祖によってね。適当な伝承、伝統、あの村はあれの箱には、自分の血筋である空飛びを虐げていたのもあれの娯楽。わざわざ自分がお腹を痛めた子を虐げて楽しんでいるの。終わらないからこそ、どうせ復活してしまうからこそ、誰にも関わらせなかった、何も残さなかったのに。どうせ関わってしまうなら、あの時に助けてあげればよかったわ。復活を繰り返すとはいえ、たたり神を除いて手紙やあなたたちは繰り返し蘇っているわけじゃない。紛れもなくあの時を生きていたのだから、必要以上に関わってしまった以上、空飛びを救ってしまった以上、あれもいずれ表に出てくるかもしれない。平和が一日でも続くことを願っているわ。手紙はまだ引きこもっていますか？あなたの新聞を何度も読み返してるわよ。もう読めないかと思ってたって。うふふ、さすがは私のファンですね。デミリアさんも新聞読みます？何日も眠っていたリハビリを兼ねて。痩せ我慢ってするものじゃないわね。たたり神の攻撃、超痛かったわ。デミリアさんを何日も眠らせるほどの痛みを受けてきたってことですよね。そうね。幸せになってほしいですね。なるわよ、そういう運命だもの。うちの子になった時点で決まっていることよ。うちの娘とこれからも仲良くしてね。こちらこそ、親友をよろしくお願いしますよ。あや、あや大変。誤植があったわ。能力を使わなくても目が見えるようになったからって細かいこと言ってると嫌われますよ。天狗さん、私たちが付き合ったって一面に記事にしてください。いや、私の新聞を何だと思ってるんですか。まったく。めぐむ様にも迷惑かけちゃったな。なんでわざと負けたんですか？あやが強かったんだよ。イーズナマル様が負けるわけないじゃないですか。私だって負けるときは負ける。命令を無視する天狗より部下に負ける大天狗の方が問題だな。自分の立場を悪くして何がしたいんですか？あやは天狗としてはいたんだ。現在の天狗社会は鬼の築いた社会の名残だ。そんなものにいつまでもすがりついている連中にとっての異端老害の考えだ。幻想郷に突如現れ、友好を求めた森や、もしもあの方たちが敵意を持っていたならば、排他的な我らはどうなっていただろうか。そうなっていたら、私はどれだけの仲間を失っていたことだろうか。いずれ来るやもしれぬ脅威のためにも、山の外とのつながりを持ったあやを失うわけにはいかない。あの子を守れるのなら、私は部下の暴走を止められなかった無能な大天狗で構わん。追放しろ、処分しろ、保身を考える連中に、あいつの未来を潰させない。ずっと隣で支えますよ。私はあなたの右腕ですから。ああ、ありがとう。白霊の巫女様ってすごいんですね。あの世も行き来できるなんて。幻想郷が力を貸しただけのこと、よかったわね、必要とされて。たたり神が消えたのに、なんで能力が残ったんでしょう。それに体も消滅したはず。能力はもともと備わっていたんでしょう。その神の能力じゃなくて、あなたの一族の能力だったってことよ。むしろたたり神は使えないようにしていただけだったんでしょう。そして何の因果か、たたり神と同化していた関係で、あなたの魂も神格化したんでしょう。信仰さえあれば体は作り出せる。
妖怪の山ほどじゃなくても、コウマカンだって信仰を集めれば結構な数になる。まあ、コウマカンの神様としての人生を楽しみなさいよ。大好きな人を犠牲にして生きて楽しんでいいんでしょうか。バカは最後までバカなのよ。残った者の気持ちなんて考えやしない。自己満足してさっさといなくなる。恩返しの一つもさせてくれる余裕もなく勝手にいなくなる。巫女様。けどね、その人たちは幸せを願ってバカになったのよ。だったら幸せになるしかないでしょう。とっても辛いけどね。幸せになりなさい。あなたにも幸せになる権利があるの。なりますよ、幸せに。誰よりも幸せに。それがお姉ちゃんの願いだから。いつか村を出よう。空飛びじゃない、村の長の娘じゃない、ただの人間として一緒に生きよう。自由に生きていこう。私が守るから、必ず守るから。守ってくれてありがとう。大好きだよ千歳お姉ちゃん。